はい、どうも、じゅんです、今日が月曜日何時だっけ13です今日13日で、トレーニング自体は今日と明日で終了ね。木曜オフにして、まあ、金土日月火とか5日連チャンなんですけど、まあ、地獄の5日間で、ね、いよいよ今日を終えれば明日まで、ね、トレーニングを終わらせそうなんで、頑張っていきたいなと思います。今日のトレーニングは、まあ、前回ね、トレーニング中に話した通り、全身やってきます。全身で今日月曜なんで、本来の胸トレなんでちょっと胸の、種目だけ3セットぐらい多めに、3種目ぐらいちょっと多めにして、あとは全体的に2種目部位ごとに2種目か、まあ、3種目ぐらいを全身回していきます。はい、で、まあ、余裕があれば、まあ、最後、背面してトレやって、腹筋やって終了していきたいなと思います。じゃあ頑張ります。
全身効くよね。胸背中、二頭さんとで足やって昨日肩だったんですけど、このショーダープレスだけ一緒にやってみます。で明日もまた今日みたいな、ね、全身を、少し見た場合いつもより短めに触って、全部種目各部位に種目を、2セットで全部でこうやって全身20セットくらいで回すような感じで締めていきます。しんどくて家の時何も食えないじゃん。だから最近もネットフリックスとかフールでずっと見てんだけど、ね、3時4時ぐらいまでいつも寝れないし、寝れないの朝6時7時ぐらいに起きちゃうから時間超長くて、ワンパンマンテラフォーマーハマってんだけど全部見終わっちゃってシリーズね。今ね大会終わってから楽しみ、もちろん食事とかもあるんだけど、アマゾンプライムでまっちゃんのやってる超下品なお笑いあるじゃん、結構ギリギリって結構アウトね攻めてるやつね。アマゾンプライムは18禁かなんかなのかな多分で、アマゾンプライムでしか多分見れないんだけど、あれを見ながらなんだっけ、ウーバーイートとかさ、ドミノピザとかあれを頼みまくって 2,3 日引きこもってひたすらピザの横になって食いながらあれを見るっていうのが今ね一つの楽しみで取っといてます。もうちょい頑張ろう。よし、今日も終わった。またね、腹筋とか細かいところやって終了したいと思います。じゃあもう一日頑張ります。じゃあバイ。